かつて日本がジャパンアズナンバーワンと呼ばれた時代がありました。日本がアメリカを抜いて世界一の経済大国になると言われた時代です。若い人はそんな時代があったなんて想像できないと感じるかもしれません。それほど勢いのあった日本の経済に陰りが見え始めたのは1990年代でした。バブル崩壊以降、日本経済は転落を始め、やがて中国にも抜かれてしまいます。それでも世界3位という経済大国の地位は守ってきました。ところが先日、2023年の日本の GDP がドイツに抜かれて4位に転落したというニュースが一斉に報じられ、多くの日本人に衝撃を与えました。しかも近い将来インドにまで抜かれそうだという報道もありました。あまりのショックに、もう日本は先進国とは呼べない、そう嘆く人たちまで現れました。もう日本の経済が立ち直ることは難しいのでしょうか。実態はどうなっているのか。そこで今回は、日本が GDP 4位に転落した理由や日本経済の問題点、日本が復活するための手がかりについてまでを分かりやすく解説します。最後までご覧いただければ、日本の現状を知り、経済ニュースなどを見る目も養われること間違いありません。このチャンネルではそういった情報を配信しております。少しでも必要な情報だと感じたら、どこのチャンネルかわからなくなる前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。実は2023年の10月に発表した世界の経済見通しの中では、日本の GDP がドイツに抜かれ世界4位になるという見通しがすでに発表されていました。これを発表したのは国際通貨基金 IMF です。 IMF というのは、世界の経済が悪化しないようにそれぞれの国の経済政策などを監視するという国際機関です。現在190カ国が加盟していて、経済的に苦しくなった国に融資をしたり、経済的に良くない状況に対して警告を発したりすることもあります。日本については過去に何度か消費税を引き上げるように提言していました。2050年までに消費税を 20% にする必要があるといったことすらあります。日本の政策にあれこれ口を挟まないでほしい、そう思う人もいますが、これが IMF の役割ですから仕方ありません。それに IMF の言うことを無視して本当に経済が悪化してしまったら、世界中からは IMF の忠告を守らないからだと非難されてしまいかねません。だから日本政府も IMF の意見を無視することはできませんし、それだけ世界中からも一目置かれている組織だということです。ではそもそも GDP が世界4位になるというのは具体的にどういうことなのでしょうか。国の経済力の大きさを表すにはいくつかの方法がありますが、よく知られているのが GDP であり、日本語で国内総生産というものです。教科書にも出てくるので言葉自体は知っているという人も多いでしょう。簡単におさらいすると、 GDP というのは国内で1年の間に生産された製品や提供されたサービスの付加価値の合計のことです。例えばある年のこと、スーパーで100円のリンゴが1個売れたとします。スーパーはこのリンゴを農家から50円で買っていた場合、100-50円で50円の儲けが出ます。また別の場所では、ある人がホテルに1万円で泊まりました。ホテルはその人を泊めるために部屋を掃除する人を雇ったり、家賃を払ったりと5000円かかっていたとします。すると1万円引く5000円でホテルは5000円の儲けとなるわけです。日本にスーパーとホテルしかなかったとしましょう。その時の日本の GDP は50円足す5000円で5050円になります。つまり GDP が高いということは、それだけ多くの製品が生産されサービスが提供されたということです。物を買う人がいなければ製品そのものが作られませんから、それだけ物を買う人も多かったということになります。ですので、どれだけ経済が活発だったのか、その物差しとして GDP が使われるのです。さらに GDP には実質 GDP と名目 GDP があります。名目というのは、簡単に言えば実際に生産された製品に値段をかける単純な算数で計算されたものです。しかしこの計算では、
インフレで物価が値上がりすると、同じ個数を生産していても値上がりした分 GDP の数字が大きくなって現れます。そこでインフレ、つまり物価の上昇分というのを差し引いて、より実態に近い GDP を算出するという方法があるんです。それが実質 GDP です。過去に比べて経済の規模がどれだけ大きくなったのかという比較を行うときは、実質 GDP の方が適しています。これに対して現在の世界各国の GDP を比較するときなどは、単純に名目 GDP がよく使われます。では IMF が発表した日本とドイツの比較はどのようなものだったのでしょうか。 IMF の比較は名目 GDP で行われます。そして実際2024年2月に発表された GDP で、日本は 591.4 兆円でした。これを米ドルに換算すると約 4.2 兆ドルで、ドイツの 4.4 兆ドルに抜かれて世界4位に転落したというわけです。ではどうして日本はドイツに抜かされることになったのでしょうか。まずはこれまでの日本経済の歩みを振り返ってみましょう。日本は1968年、当時の西ドイツを抜いてアメリカに次ぐ世界2位の経済大国となりました。その後40年以上にわたり、日本は世界第2位の座を守り続けますが、2010年に中国に抜かれてしまいます。この当時はリーマンショックという世界的な経済危機が起こった後で、各国が経済的にとても苦しんでいた時期でした。そうした中で中国は国内で大規模な公共投資を行って経済を良くしようとしました。この公共投資とは、国や市などが道路や建物などのインフラ整備を計画することです。大規模なインフラ整備を行うということになれば、その分工事が増えますから、そこには人や資材などが多く必要になり、仕事が増えて国民の稼ぎ口が増えて経済自体が良くなります。これはどの国でもやることなのですが、中国の場合公共工事の額が他の国に比べて段違いに多かったのです。それによって中国はどの国よりも早く経済が回復します。そしてその勢いで日本を抜き去り、世界2位の経済大国になったのでした。それから10年余り、日本はドイツに抜かれ、さらに数年後には経済成長の進むインドにも抜かれて、やがては世界5位に転落すると言われています。どうして日本はこんなに経済力が低下してしまったのでしょうか。その理由として挙げられているのが賃金の低さです。日本はデフレだと長い間言われてきました。そしてデフレから抜け出してインフレにすることが大事だとも言われてきました。簡単に言えば、インフレというのは物価が上がること、デフレは物価が下がることですね。最近は物の値段が上がって大変だとよく耳にしますが、インフレと聞くと物の値段が上がって生活が苦しくなる悪いものだと思う人もいるでしょう。物の値段が下がれば安く買い物ができるので、なんだか嬉しいですよね。まさに日本で100円ショップが人気になったのはデフレの真っ只中でした。ただし国民がこのデフレに慣れてしまうと、高額な商品が売れなくなっていき、企業はあまり儲からなくなります。すると会社は社員の給料も上げられなくなります。これが日本で賃金が低いままになっている理由です。デフレで物価が安くなるのは、みんなの生活には表面的には良いことです。しかし会社も競い合って長いこと安い商品ばかりを売るようになると、社会全体が儲からなくなり、給料も上がらなくなる。結局みんなが安さばかりを求めて、気がつけば日本全体が貧しくなっていく。これがデフレの怖いところなんです。だから今の日本にはインフレが必要だと言われています。インフレになれば物の値段は上がりますが、会社も儲けを出しやすくなります。すると社員の給料が上がり、少し生活に余裕ができるようになる。そうやってみんなの購買意欲が高まり、買い物の総額が増えれば会社も国も儲かっていくんです。もしインフレで物価が上がっても、その分給料が上がれば何も問題はないわけです。実際にアメリカも適度なインフレによって景気が回復しました。
日本の GDP が落ちたのはこのように物が安いこと、デフレが当たり前というデフレマインドが一つの原因でした。賃金の推移を見てみると、日本ではこの30年で賃金が 1.1 倍しか増えていないのに、ドイツは 2.1 倍、アメリカは 2.7 倍にもなっています。個人がどれくらいのお金を使ったか示す個人消費の数値も、30年間で日本は 1.3 倍だったのに対してアメリカは2倍以上です。さらにもう一点、デフレによって日本企業が海外にお金を注ぎ込むようになったというのも経済が衰えた原因だとされています。より安く製品を作るには人件費や物価の安い海外に工場を作るのが得策ですし、デフレで物を買わなくなった日本より外国で製品を売った方がよく売れます。そのため日本に工場を作るより海外に工場を作った方がいい、海外に投資した方がいい、そう考える会社が増えたのです。その分、日本国内の設備や人への投資はどんどん手薄になっていきました。すると、日本に住む人は仕事も増えず、給料も上がりません。これでは GDP が伸びないというのも仕方ありません。新しい工場や設備、研究にお金を使わないということは、将来、日本国内で稼ぎが増えていく見通しが立たないということです。このままでは、ずるずると経済力が落ちていくのは当然の流れと言えるでしょう。デフレで給料が上がらず、消費マインドも冷え込んでいる。企業も国内でお金を使わないというのが、この30年の日本の状況です。しかも、日本は少子高齢化によって、今後人口が減り続けていきます。人口が減れば、その分働く人もお金を使う人もその総量が減っていきますから、さらに GDP は落ち込んでしまうかもしれません。そうした状況に、もう日本は先進国ではないという人までいます。例えば、ユニクロを展開するファーストリテイリング社の柳井正氏がその一人です。2023年12月に発売されたアメリカのニュース雑誌タイムに登場した柳井氏は、目を覚ませ、日本は全く先進国ではないと言いました。柳井氏が問題にしたのは、借金に頼っている日本の財政と給料の安さでした。給料が上がらなければ税収も増えないので、給与の額と税収も無関係ではありません。やはり長いデフレでここまで給料が上がってこなかったということが、日本経済にとっての大きな問題だと考えるようです。実際、ファーストリテイリング社は2023年に日本国内の従業員の賃金を最大で 40% 引き上げました。しかし柳井氏は、それでもまだ低い、もっと高いはずだと言います。柳井氏によると、中国の北京や上海の役職者は日本の2倍から3倍の報酬をもらっているとしています。他にもよく指摘されるのは、日本の生産性の低さです。生産性というのは、労働者一人がどれだけの製品を作ったり、サービスを提供しているのか、そして利益を上げているのかといった指標のことです。一人当たりの生産性が高ければ、少ない人数であっても多くの儲けを出せる製品やサービスを作れます。しかし、生産性が低いと製品の生産数が少なく、利益も増えません。日本のシンクタンク、日本生産性本部のまとめによると、2022年の日本の生産性は先進国38カ国中30位でした。ちなみに1位はアイルランド、2位ノルウェー、3位ルクセンブルクと、ヨーロッパの国々が並び、アメリカは9位、ドイツは11位です。G7 の国々と比べても、日本は最下位になっています。日本で生産性が上がらない理由については、インターネットや IT の導入の遅れ、年功序列の古い会社制度などが理由だと言われます。年功序列制では、若くて優秀な人が適切に評価されないため、優秀な人ほど海外に流出しています。若くて優秀な人がいなければ、将来の発展はありません。しかも、少子高齢化で若い人がこの先減っていくのは確実です。日本はこの先、転落していくしかない、そう考える人が多いのも当然でしょう。しかし、
GDP の比較には意味がなく、4位に転落しても問題はないという人たちもいます。一体どういうことでしょうか？実は IMF が発表する GDP は名目ベースで、しかもドルに換算して比較しているという点がポイントです。名目ベースなので、インフレになって物価が上がると、その分 GDP の額は大きくなります。実のところ、ドイツは今大変なインフレに苦しんでいて、23年は約 6% 物価が上昇しました。インフレ分を差し引いた実質 GDP で見ても、前年比 0.3% 減です。近年は景気が落ち込み、ヨーロッパの病人とも言われるようになっています。また、金額をドルベースで発表するということは、円安や円高といった為替の影響を大きく受けます。2023年からは為替レートが1ドル150円を超えるなどの円安が進んでいます。例えば、為替レートが1ドル100円の時、100円を持っていれば1ドルと交換できますが、1ドル150円台になれば約 0.6 ドルしかもらえません。つまり、円安の時にドルベースで GDP の額を比較すると、円安の分、見かけの金額がだいぶ減ってしまうんです。それともう一つ、ドイツが GDP 世界3位になったことには特殊な要因があると言われます。それがユーロ経済圏の特殊性です。ヨーロッパではドイツやフランスなど27カ国が EU というグループを作っています。その中ではドイツをはじめとする20カ国がユーロという独自の通貨を使っています。グループの国同士で同じ通貨を使えば、いちいち交換せずに済んで便利なのですが、困ったこともあります。経済が豊かな国と苦しい国が同じ通貨を使うと、豊かな国の方が有利になってしまうということです。このため、ドイツはユーロを使う国の中で経済的に強い立場にありました。つまり、ユーロを使う国の中の利益を独り占めできるような立場にあったのです。そうした恵まれた立場を利用して経済を拡大してきたので、今のように経済が落ち込み始めると、それを跳ね返すような力強さがありません。今ドイツの人たちに GDP 世界3位の経済大国になりましたねと言っても、こんなに生活が苦しいのにそんなわけないだろと言われそうな感じです。ここについては IMF も2024年1月の記者会見で、別の指標を使って比較すれば日本経済の規模は依然としてドイツより大きいと言っていたほどです。さすがに単なる GDP の数字だけでは今の日本とドイツの実体経済を単純に比較できないと思ったのでしょう。あまりに日本が4位に転落とメディアが騒ぎ立てるので、釘を刺したというところかもしれません。日本の GDP が世界4位に転落という衝撃的なニュースでしたが、詳しくその内容を見ると為替レートの影響も大きいようです。しかもドイツの人たちはインフレで苦しんでいると聞くと、実体経済の面でドイツに完全に抜かれたとまでは言えないような気がします。日本もデフレで長年苦しんできましたから、あまり偉そうなことも言えないのですが、今後の日本経済次第で3位への返り咲きも十分あり得るのではないでしょうか。例えば今の円安が一転して円高になれば、円の価値が上がるのでドルベースの GDP は上がります。またインフレが進みつつある今、デフレから脱却し、そして給料が上がるようになれば、国内で買い物をする人も増えますから、 GDP の規模は膨らむ可能性があります。もちろんインフレが進んでも賃金が上がらず、消費マインドが冷え込んでしまっては、スタグフレーションというさらなる不況に陥りますから、政府の経済対策は非常に重要です。このままの日本では、人口世界一で成長著しいインドに近い将来抜かれてしまう可能性が高いとされています。人口が多い国の方が少ない国よりも GDP が高くなりやすいというのは当然のことです。インドに抜かれないために、日本はもう少し頑張る必要があります。人口の多い国に GDP で負けないためには、シンプルに国民一人が稼ぐお金の額を増やす必要があります。そのためには、AI の活用や仕事の自動化などによって、無駄な日本式の仕事をなくし、
もっと仕事を効率化することが必要です。その上で、かつての自動車企業のように日本から全世界に売り出せるような商品やサービスを生み出すことが欠かせません。幸い日本の技術力は今はまだ世界中から認められています。確かにアメリカやヨーロッパといった先進国のライバルに加え、インドの追い上げもあり、日本だけが独り勝ちという時代はもう来ないのかもしれません。しかし日本政府の膿を出し切り、日本の産業を強くしていくことで、日本が復活する日は必ず来るはずです。2月17日には各国がしのぎを削る宇宙開発競争の中で、 JAXA と三菱重工業による国産機関ロケット H3 が打ち上げに成功したといった明るいニュースもありました。こうした挑戦と地道な努力の積み重ね、ひいては僕たち一人一人の努力に日本の未来がかかっていると言えるのではないでしょうか。自分のためにできること、日本のためにできること、自分なりにぜひ考えてコメント欄に残していってください。さて、大人の学び直し TV には他にも経済や世界情勢を解説した動画があるので、ぜひもう一本見て学びを深めていってください。また須橋社長の公式 LINE では、先の読めない世界で投資などをどう立ち振る舞うべきかというお金に関する情報なども配信します。ぜひお友達に追加して情報をお待ちください。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。